あ、ほ、ほ、ほ。今週のウォンテッド妖怪いました。イーストカシュー地区、スーパーマーケットの近くですね。紫色の反応あり。古典妖怪の色違い妖怪かな。木の陰に隠れてる。これ、なんかシルバーっていうか灰色のこの妖怪。これが今週の指名手配妖怪ですね。ウィス？ウィス？追いかけまーす。駐車場のとこ行っちゃった。どこだどこだ、なんか行きにくいな。いた。なんか地面の色と、地面の色と結構同じ。ウォンテッド妖怪1のスタイリスト。寝癖現代を罪状は、寝癖なのにおしゃれぶってファッションだと言い張った罪。寝癖じゃないよ、この芸術的な羽。君の髪型もスタイリングしてあげる。あんまり大した罪じゃないかもね、これは。毛受け弦の色違い妖怪、寝癖弦。あ、ちょっと配置。エビスさんとキリンとケチラシを前に。ちょっとこれで様子見してみよう。ガード。ちょっと必殺技も見てみたいんだけどなぁ。いい感じに寝癖跳ねてるね。E ランク妖怪。寝癖ゲームめっちゃ弱いな、やばいな。必殺技見れなさそう。髪の毛系妖怪、ケチラシと寝癖ゲーム。あ、寝癖弦結構弱かったわ。今週のモンテッド妖怪2体だよね。ごめんなさい、本当は寝癖なんだ。かっこいいって言われてるみたいでちょっと嬉しくなっちゃったんだ。おぉ、モンテッドポイント2000。今回のウォンテッド妖怪グループ。奴の名はガサガサお化け。リップクリームの代わりにスティックのりを使わせた罪。これは完全にギルティー。レベル25か。弱いんだね。参ったな。そしてプリズンブレイカープリズンブレイカーはちょっと放置で。ちょっと放置で。あ、うんうん、あ、いないか。サウスモンドスクールへ。なんか余談ですけど、なんかそういえば最終面接、就活の時、最終面接で髪の毛セットしてったらさ、面接官の人になんかあの、寝癖ですかって言われたことあるわ。なんか、無造作ヘアですって答えたけど。難しいよね。サウスモンド地区にいるのかな？やっぱイーストカシュー地区が怪しいかな？グループだったら。あ、やっぱりイーストカシュー地区に、ウォンテッド妖怪またまたいましたね。このアパートの近く。歩きながらちょっと追跡するか。これ、逆さ、傘じゃなくて、また名前忘れた。これね、色違い妖怪。発見！ウィス捕まえっぞ。あ、めっちゃ早い。これずっと放置してたらウォンテッド妖怪って逃げ切んのかな、逃げ切っちゃうのかな。まあ、いいや、捕まえよう。なんかややこしいとこ行くな。オリア、オリア、ゾリア。難しい。早い。すばしっこい。
あ、そうそう、カラカサお化けな。我が輩はウォンテッド妖怪ガサガサお化けじゃ。我が輩の罪はリップクリームの代わりにスティックのりを使わせた罪。そんなことやめてくれじゃと。ほう、なら我が輩を倒してみ。我が輩って言うんやね。いやー、リップクリームやと思ってスティックのりやったらマジでつらいよね。ヒーラーを前3体にして、必殺技見れるかな？ガサガサお化け。あ、お肌ガサガサジンプ。必殺技見れそう。ワクワク。はい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 。やっぱ基本カラガサお化けと似てるね。必殺技も。お肌ガサガサなっちゃうやつ。覚醒火の神2体前へ。そして、蹴散らし。これ放置プレイで勝てるかな？どうだろう。覚醒。無敵バリア。これ必殺技打たなくても普通に勝てそう。驚異的なひらめき。カラカサお化けの色違い妖怪撃破。いや、レベル低かったし。やるではないか。仕方ない。しばらくは自分のガサガサを直すことにするかな。自分のガサガサを直すだって。ウォンテッドポイント2800。しかも連続で捕まえたからなんかあるかな。深い漢方。そして特別ウォンテッドポイント600か。行くのだ。消えた捜査官。プリズンブレイカー。